中国大陸は麺の宝庫。中国中の麺を食べて食べて食べ尽くす旅。今日はあの蘭州牛肉麺の秘密に迫ります。シルクロードに沿って東西に伸びる甘粛省、車窓から黄河が見えてくるとすぐ省都蘭州に着きます。甘粛省の省都蘭州にやってきました。ご覧ください、街の真ん中にドーンと黄河が流れています。黄河が街の中心をとうとうと流れる街蘭州。シルクロードと黄河が交わる交通の要として古くから栄えた町です。でも麺の旅で蘭州といえば、さて蘭州といえばやっぱり牛肉麺。見てください、こんなにおしゃれな町のシンボルにまでなってます。そうです、蘭州といえば蘭州牛肉麺、ラーメンの中国代表です。ここだ、ここが蘭州で一番有名な牛肉ラーメンのお店です。うわ、まだ朝8時なんですけど、すごい行列できてます。え、朝の8時にこのにぎわい、さすが麺の町ですね。是吗？大概那个早上来比较多是吗？早上下午就关门了。哦，是吗？哇，すごい。蘭州では牛肉麺は朝食べるもんなんですか。ちょっとびっくりですね。いただきます。口の中に麺入れた時に。すごいコシがあるので、しかもねこれ見てもらえば分かると思うんですけど、すごいツヤツヤしてるでしょ。だからこう喉にスルーって通ってくんですよ。これ麺食べた時にこのスープの香りがものすごい鼻に通るんですよ。これ案外スルッと朝でも食べられるかもしれない。朝が勝負の蘭州の牛肉麺、まだ暗いうちから仕込みが始まります。麺の原料は黄河の水で育った地元蘭州産の小麦。水と塩、調味料を混ぜてよくこねます。10分間寝かせた後、拳で20回ほど叩きます。こうすると麺にコシが出るのだそうです。今や全国に名を知られた蘭州牛肉麺ですが、できたのは今から120年ほど前、清代末期のことでした。その後徐々に各地に広がり、ラーメンといえば蘭州牛肉麺と言われるまでになりました。麺生地は一人前ずつ小分けにして寝かしておきます。おや、これは何をしているんでしょう。
蘭州の牛肉麺は麺と一口に言っても形はいろいろ、店によって違いますが全部で6種類にもなるそうです。ご覧ください、断面が三角の麺です。今度は平たく伸ばしていきます。幅広の麺です。茹で上がった麺に大根の入ったスープをかけ、肉を乗せます。最後にラー油をかけて、さあ出来上がりです。左が三角の麺、右が幅広の麺、そして上が最も一般的な細麺、3種類の牛肉麺が出来上がりました。珍しい三角の麺を食べてみました。さあ味はどうかな。食べた時の食感が、この舌の上で麺がね、この多分普通の丸い麺だと全然その感じなかったんですけど、この不思議な形のせいで多分味がすごく強く感じるのかな、スープに絡みやすいのかもしれないですね。朝食が一段落した午前10時、スープ作りが始まりました。新鮮な牛肉と羊の骨、肉は水につけて血を抜きます。牛肉麺はスープを一口飲めば本物かどうかわかる。蘭州牛肉麺の美味しさの要はスープにあるのだそうです。スープに入れるスパイスは十数種類、何を入れるかは店の秘伝とされ門外不出、教えてもらえませんでした。4時間後、肉と骨を取り出します。こうしてアクを取ることで蘭州牛肉麺特有の透明なスープができるのです。さらに先ほど骨と肉を浸して血抜きをした水を入れます。沸騰するとスープの中の不純物が血とくっついて固まります。それを取り除くとスープはきれいな透明になります。こうして手間暇かけて出来上がった美しいスープ、これこそ蘭州牛肉麺の命なのです。綺麗ですね。これ美味しいよ。飲んだ時はやっぱりちょっと油っぽいかなと思ったんですけど、飲み終わった後すごい口の中が爽やかです。しかもスープの色が綺麗、日本でいう豚骨ラーメンのスープの牛版ってことは牛骨ラーメンですかね。
町の真ん中を流れる黄河。黄河第一橋は20世紀の初め、黄河に最初に架けられた橋です。黄河、黄色い川というのに黄色くありません。地元の人の話によると、冬は雨が降らないので土が川に流れ込まないからだそうです。だから冬の黄河は黄色く濁ってないんですね。蘭州には牛肉麺の他にも美味しいものがたくさんあります。市場に行ってみました。黄色い、なんだこれ。エンドウ豆とナツメを甘く煮たもの。这里面有什么东西啊？都是猪啊。哦哦。今度枣子，枣子，日本語でなんて言うんだ？枣子，ナツメですね。寒いな。好吃吗？好吃，好吃。哎，这个是，这是兰州做的。嗯，这里的特色啊，特色。对，只有兰州有。ここだけにしかないものだって言ってましたけど、味は全くお汁粉と変わらないんですよ、日本の。日本のお汁粉、お汁粉。あ、そう。お汁粉。え、现在你有女朋友吗？现在没有。啊。要比这个地方冷。真的吗？真的没。彼女いないってまだ。我会那个做你的女朋友，怎么样？你猜到了。你这么冷静。振られちゃった。振られちゃったよ。こちらから美味しい匂いが漂ってきましたよ。羊の肉と ニラ、じゃがいもなどを炒めて。あ、こちらはちぎっています。なんかちょっと手裏剣みたくないですか、日本の。茹で上がった麺を肉野菜と一緒に炒めます。できました。チャオミエンピエン、日本の焼きそばのような感じですね。面白い。なんだ、とにかくいろんな野菜がすごい入ってるんですよ。で、極めつけは羊。うん、このごちゃ混ぜ感が楽しいですね。すごいおいしい。でもなんかこれすごくなんかこう限られた空間を有効活用してる。黄河の北側にある回民族の住居区を歩いてみました。危なかった。危ない。ここ吃了吃什么呢？嗯，吃什么好吃的？哎，你们怎么不说话呢？板板，
日本の麺粉と同じですね。なんかすごいの女の子で肌水ダー出してるかわいい。町の一角にニャンピーを作っているところがありました。哇！哎，你们一天做多少？一天做一袋面。ここでは毎日25キロの小麦粉を使ってニャンピーを作っているそうです。一袋面是就是那个。具体的是五十斤嘛。哦，是吗？この夫婦は朝こうして作ったニャンピーを地元のホテルや食堂に卸しています。24時間年中無休、春節も休まず働いているんだそうです。真冬でも必ず冷たい水を使うんだそうです。これ作るときに水、必ず水で作らなくちゃいけないと。で、あったかいお湯で作っちゃうと、その麺のこの発酵しちゃうから。な、慢慢洗、去洗第一遍、慢慢洗、要不就散。慎重にかき混ぜないと粉がダメになってしまいます。冷たい水を入れながらゆっくりゆっくりかき混ぜる。辛い作業です。夫婦でこれだけ働いても月の収入は900元、日本円で1万5000円にもなりません。彼らの夢はもう少し稼いで、もう少しいい家に住むこと。ささやかな願いです。子供は2人、でも普段は仕事があるので実家に預けているそうです。今子供たちはこのお父さんの実家にいるそうです。で、2日後に迎えに行くって言ってました。かわいい。小麦粉を溶かした水を布でこすと小麦のグルテン成分だけになります。布に残ったものはタンパク質、固まって未塩人になります。这个是专门做这个的。小麦粉を溶かした水を鉄板状で薄く伸ばします。なんかクレープみたいじゃないですか。ちょっとこれ見るとなんとなく。然后等四分钟。嗯，这有什么用？嗯，现在是八分的哦，上午。この時計で正確に4分計ります。さあ、できました。現在切什么呢？每顿半吃完。谢谢。还有半吃。プルプル。プルプルですよこれ。確かに今はまだ味ないんですけど、この食感だけで
結構私これ量食べられます。もう結構食べてますよね。うん、プルプルのゼリーのようなニャンピーです。黄色く色がついているのは食紅を入れているからです。あ、こうして麺になるわけですね。ろ過したとき布に残ったものが見えんじん、一緒に食べます。ラー油、酢、ごまだれなどをかけて若夫婦手作りのニャンピー出来上がりです。いただきます。なんとも言えないんですよね。しかもなんかこう一枚一枚手作りで作ってる過程を見た後に食べるっていうのも、うん、ちょっと感慨深いものがあります。もうなんか涙が出てきそうです。美味しい職人の技です。甲賀の川辺に行くと、何やら奇妙なものがありました。这是什么东西啊？羊皮。对。这是羊啊，羊的皮。对。羊の皮ですって。これ、羊の皮を丸ごと使ったイカだ。昔シルクロードを行く旅人が甲賀を渡るときに使ったものです。気持ち悪い。羊の皮は毛穴が小さいので浮き袋としては最適なのだそうです。わあ、ちょんちょん。当たってます。こうして蘭州牛肉麺の秘密に迫った旅も終わりました。さて次はどこへ行って何を食べるのかな。中国麺の王道の旅。